透明人間になったなら透明人間になれたなら、あなたならどうしますか。私ならこうします。銀行へ行って札束をいっぱいポケットに詰め込んで、もうお金に困ることはああないんです。だから悪せく働くことなんてもういらなくなったんです。だからやっぱり会社を辞めてしまおう。透明人間になったなら透明人間になれたなら、あなたならどうしますか。私ならこうします。好きなあの子のそばにずっとずっとずっと一日中一緒にいたいんです。あの子の私生活を覗くんです。やっぱり見ない方がよかったかな。透明人間になったなら透明人間になれたなら、あなたならどうしますか。私ならこうします。豪華客船で世界一周の旅、高級車に乗って美味しいものを食べに行こう。お金はどこにでもいっぱいあるんだから、でも人の心までは盗めないんです。ジャンボ宝くじりロト6、庶民の夢はもう見ることはないんです。お金は銀行に行けばいっぱいあるんだから、でも人の心までは盗めないんです。ほらあなたのそばにも透明人間が、ほらあなたの横にも透明人間が、あなたならどうしますか。夢のような話はこれくらいにしとこう。